こんにちは、こんばんは。矢作睦月の代理、ずんだもんなのだ。今回紹介するのは、フランスのティアボ巡洋艦、ジニール・ベルタンなのだ。いつもなら、新たに艦艇を開発、購入したら、アップグレードは乗せるけど、船体や射撃管制システムなど、ハイフェイの入手したそのままで、初出撃をするのですが、フランス巡洋艦、プレミアムなどグラースがおるから、開発戦でええやろと、全く開発する時に意欲も芽生えなかったのですが、基本的にプレミアム艦はポンコツが多い、趣味の領域、港博物館に陳列するために、自己満足で購入するものであるという。もちろん、優秀なプレミアム艦もいますが、尖った性能をしていることが多いのも事実なのだ。そんな中、フランスのプレミアム艦ではダンケルクやドグラースといった非常に優秀なプレミアム艦がいるのよ。これって変じゃね。ポンコツなはずのプレミアム艦が優秀に思えるってことは、ツリー艦ってどんだけ優秀やねんと思いたり、今フランス巡洋艦のツリーを進めてみるかと。でもティア3と4は乗る気が起きないし、何のミッションも進まないので、ツリー経験値ですっ飛ばしてやったのだ。さっきも言ったけど、いつもなら戦隊エイのまま発射するのですが、プレミアムは優秀だけどツリーがゴミというパターンも存在するので、刺した経験値でもないので、戦隊も射撃管制システムも B にしてありますし、艦長のレベルも10にしてあります。そしてこの動画はガチのエミール・ベルタンの初陣なのですが、注意が必要です。この動画の撮影にあたって、矢作睦月はエミール・ベルタンには一度も乗っていませんが、フランスのティア6プレミアム巡洋艦ドグラースに乗りまくった直後なのだ。ドグラースは矢作睦月の中で最高傑作に近い、地方の相性がものすごくいい、比較的に活躍できる、1,2 を争うほど大好きな巡洋艦なのだ。決して何も知らない初心者がいきなり乗ったわけではないことをしっかり理解してほしいのだ。この動画は決してエミール・ベルタンが優秀で、誰でもいきなりこんな活躍ができるというものではなく、自分にとって相性がよく乗り慣れた艦とほぼ同じだったら、初出撃でもこれぐらいの活躍ができるかもしれない。そして乗ってみた感想だけど、後悔してる。メッサエエコヤン、バチクソ気持ちいい。なんで今まで開発しなかったんだって本気で後悔してる。これは今後のティア6からのフランス巡洋艦開発が楽しみで仕方がない。さて、ここからは動画内容の実況に移るので、喋る感覚が開いてしまうのだ。そうしないと編集にめちゃくちゃ時間がかかってしまうのだ。こいつバックしてるのだ、なら燃やすのだ。燃えるかな。よし、燃えたのだ。こいつがうざいのだ。こいつも燃やすのだ。
こいつを燃やすのだ。島が邪魔なのだ。普通に撃沈できたのだ。これで3隻。
加減に沈むのだ。よし、こんなに活躍できるわけがないのだ。それにしても乗りやすい。ほんと今まで開発せずにいてもったいないのだ。もしまだフランス巡洋艦ツリーを開発していない人がいたら、ぜひともおすすめしたい。フランスのツリー巡洋艦はとっても優秀なのだ。というわけで今回の動画はここまでなのだ。もしよければコメントや高評価、チャンネル登録をお願いするのだ。